カッタウェイモデル。上下隣接するシリンダーの排気管は1本にまとめられている。スリーブバルブ機構と2本のクランクシャフトを持つため、減速馬車列が複雑に入り組んでいる。セーバーは、イギリスのネイピア &3 社で、第二次世界大戦直前に開発され、大戦中に生産された、航空機用液霊、H 型24機筒レシプロエンジン。フランクハルフォードによる、 先鋭的な設計で180度 V 型エンジンを上下2段に重ねて連結した H 型構成とスリーブバルブ機構を採用した。同時代の同級機の中で突出した高回転、高出力志向を持ち、最終発展型では3500馬力以上もの高出力を達成した。セーバー以前の戦艦機にネイピアはスーパーマリン製のスピードレーサーに搭載された。 ライオンなど、高出力エンジン分野での実績があった。1920年代後半になると、W 型構成のライオンは旧式化が否めず、同社は、より高出力の後継機を計画し、類例のない H 型構成を持つ16気筒の、レーピアと24気筒のダガーを開発した。H 型エンジンは、水平型直列エンジンを上下に重ね、アイドラーギアで、 各々の出力を合成するもので、航空用として、一般的な空冷性型エンジンに比し機体の高速化に、重要なファクターである、全面投影面積を大幅に縮小することができた。また、原理的に回転バランスが抑制振動なため、高速回転による、高出力化が期待された。ただし構造が、複雑化して、製造、運用に困難が伴うこと、空冷では、 後方機等の冷却が困難なことから、通常水冷が採用されるところ、ネーピアは軽量化を名目にレーピア、ダガーシリーズを、あえて空冷にしたため、これらは、オーバーヒートの問題に直面するはめになった。オリシも1927年、イギリスの内燃機関研究家、ハリー・リカルドは、一般的なポペットバルブ方式は、完成質量課題で高速追従性に限界があり、 高速化とともに体積効率も改善できる自らの新型スリーブバルブこそが 1500PS 以上の次世代エンジンの実現の鍵になると論文で力説した。リカルドとハルフォードはロンドン市内で隣同士にエンジン設計事務所を構えるほど進行があり、リカルドがブリストルエンジン車で新型スリーブバルブの実用化に着手した頃、 ネイピアで H 型のダガーをもとに高出力エンジンを企画していたハルフォードにとって高回転、高出力化を可能にし、全幅も縮小できるリカルドの新型スリーブバルブは、福音に思えた。スリーブバルブ、水冷、排気量三十七リットルのセイバーの試作一号機は1 9 3八年一月に初ヒーレされ、当初三百五十 p s 未満に止まったが、 その後3月には 2050PS、7月までには先行量産型が 2200PS に、同年末には 2400PS に達した。この出力は当時世界最強級で高回転型のセーバーは異例に感高い排気音を発していた。1930年代に航空用エンジンは日進月歩の勢いで発展し、次世代長距離大型機の実現には、 排気量1リットルあたり 60PS を目標に掲げるべきとの意見も一部で強かったが、実際にはその後、気筒数増大。排気量拡張による高出力化が上等手段になり、気筒単体での性能追求は開発の焦点から外されたため、最良値でも 50PSL 程度の単位出力に止まっており、結局セーバー以外に 60PSL を超えた。 航空用エンジンはなかった。試作機が高出力を発揮したとはいえ、量産開始とともに、セーバーは信頼性の問題に直面した。最たる例が、ドイツの HE100 から ME209 に独占されていた、世界速度記録の奪還と、セーバーの飛行試験を目的に作られた、ヘストンタイプ5で、 一号機 GE アファックは、オーバーヒートが原因で、初飛行で墜落し、計画トンザを余儀なくされている。量産開始後も、もともと無理な設計に、低い工作精度や、降員の低レ度など、ネーピア固有の品質管理上の問題も重なって、特に、スリーブバルブ周りに不具合が集中し、潤滑油漏洩による、空中火災や、作動シーケンス部長による、 エンジンブローが頻発した。一方、セーバーと同一の気筒内径で同じリカルド式スリーブバルブを採用したブリストルトーラスにはほとんど問題が発生しておらず、戦力化を望む航空省の仲介でブリストルがネーピアに渋々技術供与した結果、同弁形由来の故障は全現した。それでもネイピアのずさんな製造は続き、鋳造部品の歪みや。 ピストンリングの傷のみならず、エンジン内部に、切削くずが残ったまま出荷されるのも、日常茶飯事だった。また、セーバーに用いられた、潤滑油は凝固しやすく、翌日のスムーズな指導のために整備員は徹夜して2時間ごとに、暖気運転を強いられる場合もあった。これら諸問題の解決には長期間を要し、ロールスロイスが、セーバーの欠陥を指断したことや、 前線の飛行士や整備士に適切な運転マニュアルが浸透しなかったこともあって、その間にセーバーの悪評が定着してしまった。しかし、ネイピアは信頼性向上に特別な関心を払わず、カタログスペックの向上目的で無理な設計改変を重ね、1942年には高高度性能改善のため2段3速式機械式化給機の開発に傾注していたが、 セーバー搭載機の少なさから経営が悪化し、同年末にイングリッシュエレクトリックに買収されてしまう。新経営陣は新型下級機計画を直ちに中断し、品質改善に全力を傾注した結果、1944年には全面改良型のセーバーマーク V が 2400PS を安定して発生できるまでこぎつけ、悪評も次第に払拭されていった。 単弾化球機しか持たないマーク V は7000メートル以下の中低空に作戦行動を限定されたもののマーク V 搭載機のホーカー台風ニアテンペストはドイツの強力なライバルフォッケウルフ FW190 にも十分対抗できアメリカの同級機 P-47 と共に対地攻撃機戦闘爆撃機としても大活躍した しかしその頃すでにターボジェット機の時代が到来しており、このマーク V が実戦参加した最終型セーバーになった。戦後も開発は続けられ、新型火球機装備の改良型マーク7は 3500PS、フルブーストによる限界試験では 5500PS を記録した。第二次世界大戦末期には、 プラットホイット 2ER-4360 や、ライト R-3350 に代表される、同クラスのエンジンがいくつか登場したが、それらの排気量は、セーバーの2倍近くあり、セーバーの小型、高性能は突出していた。1923年から1927年の、シュナイダートロフィーレースに出場かムシャフトと連動した、プッシュロッド、または、 ロッカーアームとリターンスプリングでバルブを駆動するモノセーバーの2年後の1940年に実用化したロールスロイス製マーリンマーク2は 1000PS 強でさらに大排気量のエンジンでも 1200PS 程度であった多くのメーカーはモジュラー構造で気筒数増減が容易な空冷式製型エンジンに比重を移した当時の代表的 大型エンジンプラットホイット 2R-1830 は 40PSL。セーバー同様に、勝敗器量で高回転、高出力を試行した。日本の誉れでも 50PSL 前後であり、しかも無理な設計と低品質が災いして、低信頼性や、性能低下に悩まされている。マルチグレード改善のエンジンオイルは、低温下で凝固しやすかった。ロールスロイスは後に、 セーバーに告示した、大出力、エンジン、イーグル22を独自開発した。ありがとうございます。